いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回の動画が仙台旅行編の最終回になります。動画へのたくさんのいいねやコメント本当にありがとうございます。この動画もあなたの心に残る素晴らしいものにしたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。初めて降りた最寄り駅の松島海岸駅は建物の改良工事中でした。松島海岸駅を中心とした松島の地図はこんな感じです。やっと来ることができました。この石碑を見た時、ようやく松島に来たんだなと実感が湧きました。そして7月21日は日本三景の日だそうです。松島海岸駅から瑞巌寺五大堂まで移動しました。徒歩で約10分歩きました。これ見えますか？なぜ橋の板が抜いてあるかよくわからないんですけど、下からもう海が見えます。そしていや、ここからも福浦大橋見えますね。足の板もですね、わざと抜いてありますよ。いけるかな。よいしょ。よいしょ。わあ。これが瑞巌寺の五大堂だそうです。すごいところに立っているな。五大堂へと続く橋がなんであんなにもスカスカしているのかがよく分かりましたよ。ここすかし橋といって御聖域なので、足元もよく見つめて身を引き締めさせるための配慮って、ね、書いてありますね。福浦大橋、別名出会い橋だそうなので、ご縁がつながるようにちょっと行ってみます。五大堂を離れて福浦橋まで向かっているところです。途中途中に松島を巡る観光遊覧船の乗り場があったんですけれども、この状況でどこも運行していませんでした。はい、これが福浦大橋だそうです。向こうに見えるのが福浦島ですね。ここからでも松島の島々が本当に美しく見えますよ。こちら側もそうですね。福浦橋、別名日本台湾の友情の橋となったみたいですね。やっぱり東北には震災の爪痕、傷がいっぱいあるな。無料で通行できるわけではありません。必ず通行料が発生します。大人、高校生以上200円、小中学生が100円だそうです。実はここ仙台旅行編の以前の動画で仙台グルメ編でご紹介したカフェベイランドさんです。よかったらもう一度ご視聴いただきたいのですが、福浦橋を渡るときにはこのカフェベイランドさんの店舗内にある券売機で通行券を買う必要があります。これが実際に買った通行券とパンフレットです。
松島町ご出身の漫画家手代木しおり先生直筆のイラストがとても素敵だなと思いました。僕が松島に来た時ちょうど塗装作業中でしたので、とても珍しい紅白の福浦橋を見ることができました。福浦島の地図を見ていたら展望台が一番見晴らしがいいというので行くことにしました。これは弁天堂だそうです。さすがにこれ以上は進めません。なぜなら僕はキャリーケースを片手に着物姿でここまで来たからです。残念ながらここで諦めることにしました。はい、またここへ戻ってきました。いかがだったでしょうか。今回の仙台旅行、実質的には1日と半日の行程でした。その中には青葉城にも登りましたし、仙台の美味しい料理もたくさんごちそうになりました。今回できなかったことはたくさんありますが、機会を作ってこの美しい仙台の街また足を運びたいと思います。最後までこの動画をご視聴いただきまして本当にありがとうございます。それではまた次の旅路でお会いしましょう。ご案内役はバオシン地球の旅人でした。